はいどうも、けまいです。今回なんですけども、今週のゲームソフトとゲームハードの売り上げランキング見ていきたいと思います。まあそうですね。先週が PS5 の販売量がもうえげつないぐらい下がっていて、まあ年末商戦どうなるんですか、大丈夫なんですかみたいな、もう間違いなく大丈夫ではないんですけども、まあ結構ね、四方八方で話題になっていたわけなんですけども、じゃあ今週はどうなのかっていうところがね、注目すべきポイントかなというふうに思っています。で、まあゲームソフトに関してはそこまで注目のタイトルは出てないと思うので、まあいつもと変わるなんじゃないかなとは思うんですけども、ハードメインでね、今回も見ていこうかなというふうに思います。というわけで今週もやっていきますので、ぜひ最後まで見てってくれると嬉しいのでよろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずは PS5 の売り上げの方から見ていきたいと思います。今週 PS57790 台売れていて、累計で100万台いきました。デジタル版の方が874台売れていて、累計で19万台売れています。なのでトータルすると大体8000台ぐらいかなという数字に落ち着きました。まあ、先週がね、1000台とかだったんで、まあ、どのぐらい増えたかで言うと8倍ぐらいになったなというね、感じにはなっています。いやー、でももう、正直ダメですね。まあ、在庫あるんじゃないかとか、年末商戦に向けて、まあ、在庫を解き放つんじゃないかとか、いろいろ言われてはいたんですけども、もういよいよダメそうな感じはしますね。もうこれがかなり限界値なんだろうなという、じりじりとした状況をかなりね、感じています。はい。まあ、増加率で言ったら高いっちゃ高いですけども、さすがにやっぱ、ね、この年末の時期に、1週間で1万台すらいかずに、まあ、8000台という数字に落ち着いてしまっているのは、ちょっと、まあ、かなり状況としてはやばいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、買えないもんね、普通に考えてね。で、結構、ここ最近、テレビのニュースとか、そういうところでも、まあなんかこう話題に挙げられることが多いみたいで、はい。PS5 のこの状況っていうところが、まあ結構ニュースとして取り上げられているという状況にね、いろんなメディアとかで取り上げられている状況になっていますと。いや、まあ、ねもうほんときついと思いますし、あとまあ、日本軽視みたいな話もあるんですけども、まあこれに関しては、まあやっぱり、まあ軽視されているのかなとも思える状況ってやっぱあって、アメリカとかではね、一応まとまった数というか、もうちょっとまとまった数出荷されていますよっていう現状がある中で、まあ日本に対しては、いや、仙台なんだ、みたいなね、そういったところもあるので、他の国とやっぱ出てる、まあ国の大きさにもよるからなんとも言えないんだけど、まあ、どのぐらいのね、アメリカとか大きい国と、まあ日本みたいな人口密度、まあ高いけど、ちっちゃい国っていうところで、まあ見た時の、まあ普及の比率みたいなところを見るとね、やっぱどうしても、まあ軽視されてると言っても、いいのかもしんないなとか、軽視してるって言ってる人の気持ちはわかるなという数字にはなってきてしまうのかなというふうに思ってます。なのでまあね、どうしようもないですけども、まあこの状況いつまで続くのかわかんないですしね。まあ1年前に、まあ俺がもう来年末にはまた買えるようになってるんじゃないかなとかね。まあ言ってましたけど、まあ結局状況は変わらずなんで、まあこの動画ね、もう1年間ずっと毎週やってきましたけども、やっぱ状況としてはもう、変わらないんでね、本当にここまで1年間毎週追ってきたチャンネルもなかなか少ないと思うので、はい、状況見てきた中でね、本当に毎週のように見てきて、まあ、上限言ってもまあ5万台とか、そのぐらいでしたね、この1年ね。はい。そっか、年内最後か、これ。年内最後か、これもしかして。そうだよね、多分ね、年内最後、週販だよね。いや、まあ、そう考えると本当に上限はそのぐらいだったなというふうに思いますね、今年はね。はい。で、下限はもう先週更新したというところで、まあ多くてもだから5万台とかそんなもんなんだろうなというところなので、まあしかもね、在庫というか、全然安定しないですしね、普及量としてもね、増えたり減ったりなんで、平均すると結局やっぱり1万台から2万台ぐらいになるのかなという数字の体感ですね。はい、まあそんな感じで、まあ、PS5、ここ1年ずっと、まあ売り上げ追ってきましたけども、まあ、やっぱ状況としては依然として苦しいかなと思いますし、まあ、来年以降ね、まあ、どうなるのかわかんないですけども、別にこう年をまたいだところで何か状況が一変するっていうことはないと思うので、2020年になったから何かこうトリガーとなって、いい方向に転んでいくっていうものでもないと思いますのでね。はい、まあ依然として、まあ、状況は続いていくんだろうなというふうには思っておりますという感じで、まあ、今週のPS5 の売り上げに関しては以上となります。さあ続きまして Xbox の売り上げなんですけども、今週シリーズ X が2282台売れていて、累計で 73,190 台売れました。シリーズ S が607台売れていて、累計で 53,882 台売れましたというところでですね、まあ、多いですね。これはまあ Xbox のいつもの流れ的にはかなり多い方の部類に入ってくるかなというふうに思います。はい。まあそうですね。同じ PS5 と同じ次世代機ではあるんだけど、まあ需要っていうところがね、PS5 の方がもっともっと大きいから、まあそういった意味で単純に数字で比較することはできないんだけど、まあそれにしてもね、Xbox の需要からすると、まあ結構今までの流れから組んでもね、かなり状況としては今週は多く出てる方の週なんじゃないかなというふうに思っています。はい。全然売り上げと関係ない話をするんですけど、これ買っちゃいました。わかります?これわかります?何か。ここにね、コントローラーを挟んで、こうやってプレイできる、こうやってプレイできるようにする、このスタンド、買っちゃいました。はい、やっぱ年末年始結構こう移動することが多くて、まあ、なんだかんだね移動することが多いんで、ちょっとなんか俺コントローラー持ち出してこういう未来のプレイヤーになろうかなというふうにちょっと思って買ったはいいけど、まあ今のところあんまり使ってはいない。うん、なかなかね、使うタイミングないんだけど、はい。まあでも、ね、ちょっと皆さんもよかったら、このスタンド買ってみてください。結構やっぱ、なんだろう、ちょっといろんなゲームやってみたんですよ、このスタンド使って。やってみたんだけど、やっぱがっつりしたゲームはあまり向かないけど、インディーズ系のゲームとか、軽いゲームは結構割とできる。はい。風呂場に持ち込んで、風呂場でね、こう、がっつりこう、コントローラー握って、やってたんですけど風呂に浸かりながらこうやってやってたんですけど、割とやればするかなっていう感じ。ただまあ操作性で言うと、まあ、ちょっとやっぱり及ばないところはあるかなとか、遅延とかそういういろいろ含めてね。はい、まあでも結構まあ気に入ってはいます。なんかこういうことができるんだなっていうことに喜びを感じるというかね。はい、そんな全然売り上げと関係ない話なんですけどX クラウドだっけ、あれ使ってちょっとやってますという、そんな感じですね。はい。まあ、Xbox の売り上げ、まあ来年以降同じようにね、どうなっていくかわかんないですけども、はい。ちょっとまあ状況としてね、来年も引き続き見ていきたいなというふうに思います。というわけで、まあ Xbox の売り上げ以上となります。さあ続きまして、スイッチの売り上げなんですけども、今週スイッチ、通常版が 46,372 台売れていて、累計1768万台売れました。ライトの方が 37,054 台売れていて、累計436万台売れました。有機 EL 版の方が 93,406 台売れていて、累計で67万台売れました。はい。スイッチスーパー大爆発してますね。やっぱこのコロナ禍の、半導体不足っていうところでも、依然と変わらず、在庫をしっかり、放出してくれるという安心感というか、そこがしっかりね、響いていて、売り上げめちゃくちゃ上がってるんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱそのクリスマスシーズンとかでね、かなり売れ行きが上がるというね、状況というか、まあ、シーズンなのかなと思っていて、まあ、いろんな相乗効果で今めちゃくちゃまたスイッチが売れているという状況になってるんじゃないかなというふうに思います。まあそうっすね、1年こうスイッチは振り返って、まあやっぱりモンハンが発売されたタイミング、モンハンライズが発売されたタイミングが一番多分スイッチ、まあ売れたんじゃないかなと思いますね。あの時結構すごかったので、うん、あそこでだいぶ売れたなっていう印象はありますね。ただもう1年を通して、もう平均7万台、毎週7万台のように売れて、7万台レベルで売れていたんで、うん、まあそういったところで見ると、本当に全くやっぱ他のハードとは状況が違うっていうのもありますし、まあ、他のハードがね、売ってないっていう状況があって、じゃあスイッチ買うかってなって、あ、なんかいろいろやった結果はスイッチでいいじゃんってなるパターンも結構多いと思うんですよね。はい、やっぱその他の PS4 とか Xbox っていうね、ハードが買えないがゆえに、まあ、PC 買おうかなと思う人もいるし、そうじゃなくてスイッチ買おうかなって思う人も多分いると思うんですよ。まあそういった感じで、かなり売れた、跳ねた、スイッチがめちゃくちゃ跳ねた1年間だったんじゃないかなというふうに思いますね。俺個人を振り返っても今年スイッチはめちゃくちゃ遊んだなっていう感じがしますね。俺結構いつも PS5 とか Xbox の話しますけど、結局俺 PC でゲームすることが多いので、独占しているタイトルが多いスイッチっていうのはかなり使うんですよね、実は。一番使ってるハードではありますし、うん、そういった意味ではやっぱ一番やってるんですよね。はい、面白いソフトめちゃくちゃ出ましたよね。オラナツとかもありましたし、メトロイドもありましたし、あとディアブロ2リザレクテッドとかもね、俺スイッチ版も買ってたんで、あっちもやりましたね。あとはやっぱモンハンライズとモンハンストーリーズとかね、まあまあかなり色々やったなと思います。はい。まあそんな感じで、スイッチに関してはですね、今年めちゃくちゃ跳ねた年だったんじゃないかなと思います。やっぱこう、まあ消去法というかゲーマー的な視点で見るとね、消去法でどうしてもスイッチ一強になっちゃうよね。だって売ってないんだもん、他のハードってなってしまう、まあところがあると思うんで、まあ今年のスイッチ大勝利へ、スイッチ無双に関してはもう、必然だったのかなというふうにちょっと思っています。そんな感じでですね。まあ、1年間振り返って、まあ、いろんなハード、まあ、PS5、Xbox、Switch っていうね、3つのハードありましたけど、まあ、最終的にもう正直ね、正直な話を言うと、もう PS5 と Xbox に関しては、本当売ってないんで、どうしようもないと。どうしようもなくて、やっぱもう今年1年間見てスイッチの年だったなというふうに思いますね。はい。まあそんな感じで、まあ今年1年ちょっと総括してみましたけど、ハードの売り上げは以上となります。さあ続きましてゲームソフトの方見ていきたいと思います。第10位、前回9位でしたスイッチリングフィットアドベンチャー。13,903 本売れていて、累計で297万本売れています。まあ年末年始なんでね、かなりこのくっちゃねをしてしまう時期かなと思います。まあそんな皆さん本当にこのリングフィットアドベンチャーやって、この冬をね、運動不足になってしまうがちなこの冬を、まあ、いい感じに、乗り越えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。続きまして9位、前回10位でしたスイッチポケットモンスターソード&シールド。 14,234 本売れていて、累計で424万本売れています。まあ全体としてこのスイッチの売り上げ本数としては上がっているという感じなんですかね。スイッチ本体が、がっつり売り上げが上がってるんで、それにつられて多分ねソフトを買ってる人がいると思いますので、まあ全体のスイッチのソフトの売り上げが上がってるかなという感じですね。まあそれにしてもまだね、ダイパリメイクが出てるにもかかわらず、ポケモンソード&シールド剣盾はね、まあ健在というかね、現役というかね、すごいですね。続きまして8位、前回も8位でしたスイッチ桃鉄。 15,913 本売れていて、累計246万本売れました。まあそうですね、この年末年始っていうところ、いろんな親戚とかが集まるタイミングとかもあって、こういったパーティーゲームめちゃくちゃ売れていくんじゃないかなというふうに思いますね。続きまして7位、前回7位でしたスイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。 26,432 本売れていて、累計で457万本売れています。まあ俺もここ最近ね、ずっとスマブラ適当にやってるんだけど、むずいっすね。やっぱりね、やればやるほどこのゲームのむずさが、ひしひしと感じるというか、もうこれすごいカジュアルな見た目してるけど、ちゃんとした格ゲーだよねってやればやるほど思うんですよね、スマブラってね。いやー、まあ最初のコンセプトからかなりちょっと外れてきてるんじゃないかなと思いもしなくもないんですけどね。まあ面白いんでいいですけどね。続きまして6位、前回5位でしたスイッチ集まれ動物の森。 27,260 本売れていて、累計で703万本売れています。まあここに来てというか、DLC というかね、追加 DLC がね発売されてから、また動物の森あつ森、息を吹き返したなというふうに思います。すごいですね。なんかその DLC 一つで、有料 DLC なんだけど、それ一つでここまでまた状況一変して、売り上げがどんどん上がっていくっていうのがね、なかなかこういい傾向というか面白いなというふうに思いました。続きまして5位、前回6位でしたマリオカート8デラックス、 28,075 本売れていて、累計で703万本売れています。続きまして4位、前回も4位でしたスイッチマインクラフト、 29,638 本売れていて、累計で236万本売れました。はい、マイクラに関しては俺今年唯一やり残したなということがあって、それがちょっとマイクラなんですよね。ちょっと最後までやりたいというか、そのエンダードラゴンだっけを倒して、一応クリアみたいな感じらしいんですけども、それをね、やりたいんですよ。今年やり残したなと思っていて、ちょっと残り数日なんだけど、ちょっとやりたいなっていう風に思ってます。はい。まあ、ちょっと個人的にやるか配信するかちょっとわかんないけど、ちょっとマイクラやりたいなと思ってます。続きまして3位、前回も3位でしたスイッチ、柔らか頭塾、一緒に頭のストレッチ、33,796 本売れていて、累計で10万本売れました。なんか意外とあれっすね。上位に君臨し続けてますね。何週にもわたって、多分3週目ぐらいかなと思うんだけど、ずっと上位にいるんですよね。意外に結構売れ続けてるんだなというところで、思ったよりすごいなと思ってます。続きまして2位ですね。前回も2位でした。スイッチマリオパーティースーパースターズ。65,555 本売れていて、累計で51万本売れました。まあ、やっぱさっきも言った通り、この年末年始ね、パーティーゲームがガツンと売れるタイミングかなと思いますので、まあ、それの効果もあって結構跳ねてるんじゃないかなと思います。続きまして1位ですね。前回も1位でしたスイッチポケットモンスターブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール、 116,657 本売れていて、累計で216万本売れました。まあ5週連続になるのかな。5週連続で1位に輝いていて、毎週のように10万本以上売れているというモンスター級のタイトルですね。はい。まあまあまあ、ポケットモンスターパワー強いなと思うんですけども、まあ、本当にすぐ直近に、アルセウスが控えてるっていうところで、こっから多分ポケモンの盛り上がり、まだまだあるんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、俺も結構アルセウスに関してはね、買おうかなと思っているので、楽しみですね、こっちはね。はい、まあそんな感じで。まあ1年を締めくくったのは結局ポケモンでしたという、そんな感じになりましたね、結果ね。はい。まあ1年間こう、ね、ソフトのランキングも見ていきましたけど、まあこっちもやっぱりスイッチの本体の売り上げに合わせて、しっかりね、ソフトの方の売り上げっていうところも、まあスイッチに独占されていたような感じかなというふうに思います。まあ状況としてはもう必然かなとこちらも思っていて、しょうがないのかなというふうに思っていますね。はい。まあ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 、スイッチ面白いゲームたくさん出てきたんで、今年もね。はい。まあ来年はいろんなやっぱもっともっとスイッチだけじゃなくてね、なんか PS5 のゲームとか、まあ、PS4 でもいいんですけど、まあ、いろんなゲームもっともっとぐちゃぐちゃなカオスなランキングになってほしいなというふうにはちょっと思ってはいますという感じで、今週のゲームソフトの、ランキングに関しては以上となります。さあ、というわけでやってったんですけども、まあ、やりきりましたね。1年間ずっとね、こうやって毎週末にね、販売数をね、公開する動画、作ってますけども、1年間やりきって、結構思ったことはたくさんありますね。この動画を通じて、結構知ったこともたくさんありますし、ハード界は今こういう状況なんだなとか、あとね、ゲームソフトはマジで、知らないゲームすごい触れられたんですよ、この動画で。で、まあ、一番やっぱね、大きかったのは月姫っすね。月姫がめちゃくちゃ売れていて、なんでこんな売れてんのかなと思っていて、それを話したら結構みんながね、いや、月姫面白かったよとか、月姫名作だよとかね、言ってくれたんで、じゃあやってみようかなと思って月姫買ってやったんだけどね、めちゃくちゃおもろかったし、まあそういった感じで、おすすめされてやったパターン、そしてそれが面白かったパターン結構あったんで、うん、まあまあまあ、なんだろう、すごい良かったっす、やってて。すげえやってて良かったなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、別に、まあ動画続きますけども、1年間ね、毎週のように見てくれた方もありがとうございましたという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画が良かったよ、ためになったよ、楽しかったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよという、そんなあなたはぜひぜひ、チャンネル登録して応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネルで毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかゲームレビューとかやってます。まあ、皆さんゲーマーにいち早くいい情報をお届けできるよう日々奮闘しておりますので、まあ、よかったら応援のほどよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。